てやられました。そのうちゴルゴを抜いてきたんですね。あ、やっぱりギャグ漫画ですと後半は言うようになりました。それでギャグ漫画でデビューしてしまったので、もう斉藤先生とはもう接点がない、これは僕出ると思わなかったんですよ。まさかの2役1巻って書いてある。僕が一番驚いたんですね。黙祷。あなたは私より少し年上でしたけども、普段は親しみを込めて高尾ちゃんと呼ばせてもらっていました。仕事も遊びも全てに大胆で、繊細なゴルゴ13と高尾ちゃん。今の私には二人がまるで一心同体、記憶の中ではしっかりと重なって見えるんです。もう斉藤高尾さんはもう50年ぐらい前から漫画コミック劇画、もう全て大人たちが本当に楽しむ時代が来るんだってこと、すごい先見の目があって、そういうなんていうんですかね、先の先をいつも考えて我々の先頭に立っていてくれた人だと思うんで、本当にすごく斉藤さんがお亡くなりになったことは残念でたまりません。ゴルゴ13がこうやって続くっていうのが、斉藤先生が打ち立てられたプロダクションシステムが成功したというその証になるので、今後とも期待して見続けたいなと思っております。で、僕らはその劇画に憧れて、劇画、新しい劇を作るぞというんで目指しました。目指した星の頂点がやっぱり斉藤先生だったので、斉藤先生が亡くなってしまって、すごい僕らもすごいショックを受けました。残念ですが、本当に天国で、私の師匠である石本先生がなんかまた楽しくやられてるんじゃないかと思いますので、ご冥福を祈りたいと思います。